ゴドルフィンは UAE ドバイの王族マクトゥーム家による競争場管理団体である。UAE の副大統領でドバイの首長であるムハンマドビン・ラーシド・アール・マクトゥームが中心となって出資している。名称はサラブレッドの三大子孫の一党であるゴドルフィン・アラビアンにちなむ。1994年に設立され、以後数々のタイトルを受賞。 冬季における育成と調教はドバイを拠点として行われるが欧州競馬のシーズンが開幕するとイギリスのニューマーケットに管理場を移しヨーロッパのビッグレースを狙う。加えてアメリカやオーストラリアなどにも毎年所属場を遠征させている。生産は世界中の牧場で行われ各地の競馬界に強い影響を及ぼしている。ヨーロッパ、北米、オセアニア、南米、 南アフリカ人営の優秀な馬を積極的に購買することでも知られる。ゴドルフィンの鮮やかなロイヤルブルー一式の勝負服は有名である。日本ではダーレージャパンとそのグループ会社が馬さんを担っている。JRA におけるモハメド殿下の所有馬の名義は長らくシェイクモハメドであったが2018年3月14日以降ゴドルフィン名義となり、 勝負服もロイヤルブルーのイメージに合わせて、青、袖水色一本輪に変更された。金子正人ホールディングス所有のユートピアがゴドルフィンに移籍したことは大きな注目を集めた。ファンタスティックライト、HH シェイクもハメド、ゴドルフィンなどの名義で所有している、していた競争場のみ記述する。ダーレージャパン、ダーレージャパンファームよびダーレージャパンレーシング名義で、 所有していた馬については同行を参照。現在の主戦騎手は、ウィリアム・ビュイック、ジェームズ・ドイル、オイシン・マーフィーなど、フランスでは、ミカエル・バルザロナやクリストフス・スミヨン。オーストラリアでは明確な専属騎手は決めておらず、ケリン・マカボイやヒュー・ボーマンなど、多数の騎手を起用している。またドバイにおいても多頭数出走させる場合には、ブレット・ドイルなど専属ではない騎種を起用するケースが、 多い。過去には、ゴドルフィンの専属騎手として G1.11 霊賞を挙げ、現役騎手の中で世界一の騎乗技術を持つと言われるランフランコ、デッドウリがいた。また、専属長王教師は神の子と歌われたラムタラの管理長教師でもあったサイードビンス・ルールである。一流の馬のために一流のスタッフが集結し、ゴドルフィンは、 毎年多くの勝利を積み重ねている。2012年をもって、デッドオリとの専属契約の解除が発表されたことで、2013年からは、主戦がミカエル・バルザローナとシルベスタで捜査になったとみられる。調教師でも同年にチャーリー・アップルビーが、専属調教師に抜擢され、2018年に、マサーで AA ダービーを制し、この勝利が、ゴドルフィン初の A ダービー制覇を達成。 同年には、メルボルンカップでは、同じアップル B 級車のクロスカウンターが制し、初のメルボルンカップ制覇となった。また、フランスでは主に、アンドレ・ファーブルが、オーストラリアでは、ジェームズ・カミングスが、専属調教師となっている。毎年3月に、ゴドルフィン所属場の POG として、インターネット上で、ゴドルフィンセブンスターズというゲームが行われている。ドバイミーティングから、 香港国際競争までの間でポイントを競い、上位者には賞金やドバイツアーが送られる。ゴドルフィンの公式サイトから手軽にエントリーが可能で参加費が無料ということもあり、世界各国から多数の参加者を集めている。ありがとうございます。